どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、またね、残念なお知らせがやってまいりました。こちらのですね、セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード、なんとセゾンマイルクラブ有料へということで発表がございましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 ということで、昨年ですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードがね、このセゾンマイルクラブっていうのが、まあ、有料になりましたよね。まあ、これでね、セゾンプラチナ個人カードの方にね、移行した方、かなりいらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思いますのと、またね、こちらのインビをですね、つい先日までね、配ってたんですよね。 で、このインビはですね、セゾンプラチナビジネスを保有されている方に、セゾンプラチナの個人カードを発行すると、そっちの方は年会費無料でいいですよっていうね、まあ、インビをね、配ってたんですよね。これは確か3月31日、まあ、昨日までだったと思うんですけども、今回ですね、セゾンプラチナのこの個人カードの方もですね、セゾンマイルクラブね、有料に変更になるっていうことが、 発表されたんですよね。いや、これはちょっとね、あんまり良くないやり方なのではないかと、ちょっと思っちゃいますよね。つい先日までね、イン味組んでて、これで発行された方ね、まあ、このカード、個人カードであればですね、セゾンマイルクラブ無料で利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、これのために発行した方ね、まあ、かなり多いと思うんですよね。ですけども、まあ、これがね、まあ、変更になるのはちょっと先なんですけども、有料になるっていうふうになりますんで、 これはね、ちょっと残念ですね。はい。ということで、一緒にね、公式系ト見ていきたいなと思います。はい。ということで、こちらがね、セゾンカードのお知らせ一覧なんですけども、今回ですね、セゾンプラチナアメリカンエクスプリスカードにおける、セゾンマイルクラブ再生年会費の改定と一緒にですね、セゾンのね、ネット超優待もこちらね、終了が発表されました。で、まずこっちのね、超優待軽く見ていきたいなと思うんですけども、 こちらね、利用されてる方結構いらっしゃったと思うんですけども、セゾンネットサービスの超優待サービス終了ということで、えー、こちらね、プレスリリースが出ております。2024年6月30日をもって、セゾンフルタトロでポイント優待は終了ということで、この超優待っていうのはですね、こちら、 結構前にですね、海外旅行保険がね、あの自動負担だった時にですね、利用負担になりますよ。その代わりに、みたいな感じで始まったのが、このセゾンのね、超優待っていうやつなんですよね。まあこれがね、利用することがね、今までできていたわけなんですけども、こちらがね、無事終了ということで、今後ね、このセゾンのね、超優待、ふるさと納税ね、優待終わるということで、ふるさと納税はね、今後、こちら、 新しいサイトがね、できておりまして、永久不滅ポイント5%還元で、7月1日から利用することができるっていうふうになります。で、こちらね、対象カードがね、こういった形で書いてありまして、セゾンプラチナカードであれば、月2万円まで5%還元ができ、取れて、それ以外のゴールドカードであれば、月1万円まで5%還元が取れるっていうふうになります。まあ、2万円寄付すれば5%なんで、1000円ですかね。 で、1万円だと500円っていう風になりますけども、まあ、今後はね、こういったのが、えー、利用することができるっていう風になります。まあ、これがね、超優待の話で、もう一つがね、セゾンプラチナアメリカンエキスプレスの、えー セゾンマイルクラブ年会費改定のお知らせということで、4月1日にプレスリリースが出ております。いや、本当にね、エイプリルフールかとね、ちょっと思ってね <laughs>、いたわけなんですけども、さすがにプレスリリースまで出ないだろうなっていうところで、まあ、こちらね、変更になるっていうことが発表されました。この度、ショッピングでご利用でマイルが貯まるサービス、セゾンマイルクラブについて、2020年7月更新登録分より以下の一部のカードにおけるサービス年会費改定させて いただきますということでセゾンプラチナアメリカンエキスプレスの個人カードはですね今ねセゾンマイルクラブね無料で利用することができるんですけども今後改定後はですね2024年7月の登録更新分から、えーね、税込み5500円っていう風に なります。こちらね、あのビジネス、他のね、カードもそうですけども、年間積載マイルが15万マイル到達で、次年度無料ということで、まあこちらのね、あの、優待は、えー、他のカード同様ね、ついているわけなんですけども、今回ね、セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード、大和証券セゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード、 え、ヘキシンセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードということでえ、セゾンプラチナのね、個人カードに関しては、すべてね、無料で利用することができてたこのセゾンマイルクラブが、2020年7月から年間5500円、15万マイル達成すれば、まあ、翌年にね、 無料で利用することができるということで、まあ、有料サービスにね、変更になるっていう感じになります。いやーね、これはね、非常に残念ですね。このね、セゾンマイルクラブっていうのはですね、登録していただくと、1000円月にね、10マイル貯まるね、非常にね、あの、お得なサービスで、このクレジットカードでですね、ジャルマイルをね、メインで貯めてる方もいらっしゃると思いますので、かなりね、利用されてる方多いと思うんですけども、 今後ね、このセゾンマイルクラブっていうのは、今ね、このセゾンプラチナアメリカ、年会費ね、無料になるのは有料になるカードもそうですけども、プラチナ、あとセゾンゴールドね、こちらは年会費がかかる、優遇型じゃないね、クレジットカードであれば、こちら利用することができるんですけども、今後ね、全てのカードで、 このセドンマイルクラブはね、年間5,500円利用、払ってね、利用するサービスに切り替わるって言った形になります。まあもちろんね、15万マイル達成していただければね、まあ翌年以降無料で利用することができますんで、年間決済額がね、かなり高い方であれば、無料で維持することはできると思うんですけども、まあ基本的にね、普通に利用されている方でね、15万マイル達成するのは相当厳しいと思いますので、まあほとんどの方がね、有料になっていくのではないのかな、なんていうふうに思うわけなんですけども、 いやね、これがね、発表されてしまったということで、非常に残念ですね。まあ、今回ね、発表されて、両方ともね、セゾンマイルクラブがね、どれも有料になったということで、まあ、これからね、発行される方に関してはですね、まあ、基本的にはセゾンプラチナビジネスがいいのかなっていう感じですかね。まあ、本当にね、このセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードね、個人カードの方は、このセゾンマイルクラブがね、無料だったんでね、こっち、あの、年会費一緒なんでね、 で、こっちは5,500円かかる。こっちは無料っていうね、えー、状態だったんですけども、まあ、今後で、ね、両方とも有料になるっていうふうになりますんで、今後はね、ま、あセゾンプラチナビジネスの方はね、初年度年会費無料っていうふうになりますんで、まあ、こっちはビジネスついてますけども、まあ、特にね、会社員の方でも発行することができるビジネスカードっていうふうになっておりますんで、まあ、今後はこっちでいいんじゃないかっていうところですよね。初年度年会費無料。まあ、2万2000、初年度かかんないでね。 利用することができるっていう風になりますんで、いやね。本当にね。ちょっとびっくりですね。はい、ということで今回ですね。セゾンプラチナ個人カードの方もセゾンマイルクラブね。有料化へということで解説させていただいたわけなんですけども、もいやね。本当に。 ちょっとやり方が良くないですよね。私もね、昨日たまたまセゾンポータルでね、あの年会費無料のバナーね、こちら出しておきますけれども、これね、見てたんですよね。あ、来てるみたいな感じでね。まあ私発行する気なかったのでね、別に普通にスルーしておりましたけれども、昨日までそのキャンペーンをやってね、永年無料で使えますよっていうのでね、発行して。で、発行する方のやっぱり大きな理由は、セゾンマイルクラブをね、無料にしたいから発行した方は多分、かなり多いと思うんですよね。 にもかかわらず翌日になって年会費有料化を発表するっていうね、ちょっとこのやり方はね、良くないですよね。 保有されている方はね結構打撃だと思いますのでぜひねこちら2024年の7月からね切り替わるっていう風になりますんでぜひ覚えておいていただきたいなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますで今日ねこの動画出てるの4月1日になってると思うんですけども今日ね line 公式アカウントの方で限定動画も出ておりますでこちらねちょっとね限定公開しかできない動画になっておりますのでぜひね line 公式アカウントねあのその動画見てねブロックしてでいたいでもねオッケーですよねこの LINE 公式アカウントの方でね、今日のその限定動画ね、非常におすすめのキャンペーンっていう風になっておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサン診断で、ねえー、利用することが無料でできますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。